大変長らくお待たせいたしました。世界ジュニアベルト級タイトルマッチ重量対戦でございます。赤コーナー世界ジュニアベルト級チャンピオン139ポンド3/4力所属藤井武史。ローチェ選手の顔が大きく映りますとお気づきかと思います。両目が非常に腫れているように見えますが、これは実は試合前の控え室で熱く何かこう塗り込めまして、その上にさらにまたワセリンを塗って、その上からさらにまた薄い、絆創膏とでもつかない何かこう薄いものを塗りつけております。ちょっとこれはルール上疑義があるんじゃないかというような声も聞かれておりました。結局そのまま試合が行われます。2敗そして引き分けはありません。さあ第1ラウンドが始まりました。いきなり右を振りました藤です。インカトブレというあだ名を持っております。ニコリーノローチアンタッチャブルという意味です。この左が一つの待てローチェはですね、はい、あの考え選手なんですね、それとねスピードもかなりありますね、これがですね1回目でもねうまく打ってですね、はい、安心して、打ち込んでいくとこれはちょっと危ないということになりますね。次パンチありますからね、はい、相打ちになった時ロッチはちょっと危険なこともありますね。左のいい打ち合いです。両方ともスピードがありますね、足はあまり動きませんが左は非常にスピードがあります。ロッチはですね左の角下がってるでしょ、はい、あれがね付け目なんですね。何回かいいですね、あのライトクロスですね、のあれが当たるとこれは面白くなりますね。セット川村コーチも第1ラウンドはじっくり見ていき、相手の出方が分かったら早い回でもチャンスがあればすぐに倒すというふうに語っております。藤自身も同じようなことを言っております。鋭い左です。グインさんいかがですか左は。いいですね。ちょっと大きいですね。早くも突進します。使っておりますグローブはメキシコ製、皮が薄く肉が非常に薄いので当たりますと非常に効きます。それだけ藤には有利ではないかというインタビューに答えまして、藤のパンチは当てさせない。次はですね、あの顎を打たないでね、ボタンを先に打ってるといいんですね、はい、そうすればね、案外うまく当たるんじゃないですかね、その後にチャンスがある私の方が倒すと言っておりますニコリーノローチェです。少し藤の額が赤くなってきました。右の目をこすっておりまして目の中へこするので、サミングをするなというようなジェスチャーをしております。藤です。顔が赤くなってきました。ローチェの左はなかなか速く、はい、しかし藤はまだ本当には出ていきません。これはね、今のですね、今のですね、あれがちょっとね浅いですけどね、はい、当たってませんけどね、あれが当たるとね、これはもう絶対藤のチャンス、あのペースになってくるんですね。練習で見る限り宇宙市長の後遺症あるいはまた腰の痛み、そういったものは心配ないと思われます。レフトがいいですね、こっちは、はい、非常にあのレフトがいいですね。第1ラウンドも時間がありました。ゴングが鳴りました。郡司さんの採点は第1ラウンド5対5の世界スコアです。1ラウンド終了です。ご紹介申し上げます。さて青コーナーのニコリーノローチェ1939年9月2日アルゼンチンのメンドーサ州トリアン町の生まれです。アルゼンチンで初めて世界チャンピオンになりましたパスカル・ペレスと同じところの生まれです。7歳からボクシングを始めて実に122戦という数多くの試合をアマチュアで経験しております。ロジェダルチアも107戦目です、はい、出てきませんね。クアルトワーですけどフォローしても2ラウンドは出たんですけど、はあ、
ロチェ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 まず最初の山の2ラウンド OK ナイスヤップナイスヤップこれまで26回で26回 KO で勝った実に12回をこの2ラウンドで倒しております。北口今の先に打たれます、はい、北口が少し下見に出ていきます、まあ、今のところね、はい、失敗ないんですよ。パンチありますからね。そうですね、まあ、一発相打ちになればですね、これは形勢逆転ということも考えられますからね。じゃあ勝てないと思う。15ラウンドのうち1回の3組というわけですけど、はい、後半になるとなかなか手強い相手になりましたね。グンジさん、フジのスピードはいかがですか。ちょっといつもよりありませんね。ありませんか。どっちの方がありますね。はい、ロッチはスナップが効いてるんだよね。インカトブレ、アンタッチャブル、つまり触らせない男という異名があります。ローチェですが、どうでしょう。なかなかローチェうまいですよ、はい、ピーチワークが。巧妙ですね。実際、巧妙というね、文字通りですね。ただ、フィーはあれですね。今からね、ローチェ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 、ちゃんぽんに打つといいですね。太い首をしております。ローチェです。藤武の方は38センチ。藤の顔が赤くなりましたね。赤くなりましたね。レフトのジャブで、はい、ローチェの方はまだ顔もそれからボディの赤いところはありません。レフトしましたね。藤武の目も少し輝いてきました。藤もうまくこの打ち合いに持っていくといいですね。この程度ですとローチェのペースですからね。はい、まずいですね。1ラウンド2ラウンドは一応ローチェのペース。藤の右、それはなかなかね、なかなかないですね。これが練習で見せたローキングアですが、どうでしょう。藤もしかし用心深く入っていきません。右コデゴング。第2ラウンド藤さんの回転は5対5のハイスコア。第2ラウンド終了しました。郡司さん、これから3ラウンド。2ラウンドは割合に静かでしたけれども、ちょっとゴング間際にね、藤のラッシュがちらっと見られました。ちょっとありましたですね。ガードしているグローブの上から当たっても効くと言われる藤のパンチですが、果たしてどうか。この左はなかなか素早い。いいジャンプだな。いいジャブですね。いいジャブですね。本当に見事ですね、あのジャブは。ジャブがこうまっすぐ来たり、あるいは下からアッパー気味に来たり、なかなかフィーとしても入りにくいと。そういうロッチ、はですね、変化のある打ち方しますからね。はい。今のなんか欲しいですね。しかしロッチうまくくぐったですね。ああ、ちょっと藤狙いすぎるんじゃないですか。狙いすぎですか。このあたりちょっと2ラウンドまで勝負に出ると、ああ、逆にカウンター打った。逆にカウンター打たれました。これは右のカウンター打たれました。右のところありますね。ローチェジャンプ、ローチェジャンプ、ローチェジャンプ、ローチェオッケー、オッケー。これですね。これは力余って、まあ、倒れるわけですよね。このラウンド一つ藤は勝負をかけていますが、ちょっと荒いボクシングになっています。場内から何とも言えない声が上がっています。少し銀次さん、右から攻めるというのは焦りがあるんでしょうか。焦りですね。はい、ジャブを食ってるために余計焦っちゃうんじゃないですか。前出られないということでね。これがですね、まず一発当たればね、これは文句ないんですけどね。そうですね。藤もおそらく心の中で一発当たればと思ってるでしょうが、ボール打ち合わなきゃダメだお前は。それでですね、ロッチェがね、藤を甘く見るとね、命危ないですね。さあ、これ詰まったところでどうでしょう。ちょっと無理がありますな。
で流れました。確かに今のところは大分打たれましたね。 LG 打たれましたね。アンタッチャブルという異名にふさわしく相手の攻撃を避けています。レフトが邪魔ですね。あのレフトが邪魔になりますね。やはりロッチはですね、長期戦行ってるんですね。第3ラウンド終わりました。ユニさんの採点は5対4とローチェが取りました。3ラウンド終了です。つまりローチェの左が当たっているということを示しております。練習の時に見せました状態をこう小刻みに揺すりながら出ていくという藤の姿が今日はまだ見られません。藤さんの練習を見た限りでは藤が状態を揺すって出ていく前世紀を思わせたんですかね。思い切って打ったパンチはね、はい、確かに威力はあったんですけども、相手に打たせるという面も目立ったんですね。それからやはり現状から来るボディボディサビのラインが問題があるんじゃないんですか。あ、そうですか。河村コーチもそれから本人も現状から来るスタミナの心配は全くないんだと言ってましたがね。ちょっとスピードがなさっています。はい、これですけど白井さん、今の右はどうですか。もうちょっと当たりましたけどね、はい、ちょっと軽いようですか、ね、軽いですか。はい、それよりですね、こっちは白井のジャブね、これがね、なかなかすごいですよ。ロッケはカウンターをしますからね。右が右手で巧みに相手の手を押さえ込みます。あ、右の目の上につけておりましたものを取りました。藤のパンチは空振りが多い。あ、ちょっと当たらないんですね。左のボディーブロー、相打ちが欲しいですね。相打ち、はい、ローチェの左のアッパー、ちょっとフチミスが多すぎますね。はい、疲れいっぱい打ってますけどね。疲れちゃうんですね、これだと。当たればいいんですが、これはガーゼを下に塗り込んで、それを上から水絆創膏のようなもので固めたものであります。両方これが取れてしまいました。左空振りが多い。右も空振り、左も空振り、逆に打たれています。打たれてますね。藤苦戦です。2回打たれてるんですよ。藤楽しないぞこの野郎。2回打ちになってますね。はい、なんだこの野郎。藤楽しないぞ。ちょっと藤は疲れました。フォアトワーを倒した回ですけどね、この回も持ちそうですね。そうですね。ちょっと藤の少し右の目の下が腫れてきました。負けた負けた負けた。ハンマーパンチが当たるか。しかし数が少ない。まあ、なんとしても、ね、数が欲しいですね。数が少ないですね。藤のは疲れてる。右目の下が腫れました。ちょっとね、疲れしてるんですよ。富士ピンチです。4ラウンド終了です。また国さんの採点は5対4とローチェが取っております。4ラウンド終了しました。日本に帰ってきた時よりはだいぶ髪の毛も伸びてきておりまして、ヒゲも濃くなり性感さは増しております藤田口ですが、ちょっと今日の試合は立ち上がり精彩がないようです。なかなかこれ癖もんですね。癖ものですね、これは今までね、藤がやった相手が一番ですね。はい、ただあまりパンチがあるとは思えないんですけどね、かなりいいパンチ当たってますからね。抜群ですね、うまさは。無駄の動きがないのもいいですね。あ、藤ももう少し左を出してオーソドックスに攻めなければいけませんが、テッド・ハーフラコーチはどういった指示を今のラウンド与えましたか。ちょっとね、あれはいいんですけどね、はい、狙いは非常にいいことなんですけど遅いんですよ、タイミングが。先に打たれてしまう、打たれてからやりますからね、遅れてしまうんですね。
15連勝、8連続ノックアウト勝ちであります。今日の試合がこのところが一番作戦です。とにかくのメキシコ製のグローブも今晩の藤井にとってはあまり今のところ効果はありません。目がいいですね。いくらパンチがわからないかしらないですね。勝負で決めろお前。勝負はないですけど早いですからね。ああ、ボール藤井は本当にスピードがなくなりました。動きがスピードがかけましたね。やはり減量に少し問題があったのでしょうか。体が落としたんですからね、影響ないということは言えないと思うんですが、ここジャンプでね、3階級上だったのを落としたわけですからね、大変なことですよ。これもね、先打たれてますね。はい、やはり白井さん、先に打たれるとパンチの力って弱まるもんですか。まず、ね、打たれてしまうとですね、やはり力は弱くなりますね。ここで捕まえられない、こういうところも、ね、捕まえられません。打たせないですからね。打たせないんです、打てないんですね。またあそこがやはりロッチのうまさなんですかね。スパーリングの時に見せたこの、ものすごい勢いで出ていく全くありません。第5ラウンド、ウミさんの採点はまた5対4とローチェが取りました。5ラウンド終わりました。リングの外に出ました。しかしちょっとその顔は心配そうです。少し心配そうです。ベルムデスマネージャーに子供の時からボクサーとして育てられました。イクリームロッチ、今ですね、ロッチが打ちましたね、はい、こういう時はね、藤のチャンスなんですね、相手の打ってくる時にその合わせた時ですね、藤の、まあ、藤のボクシングは大体少しは打たれてもそれを上回るパンチを浴びせることによって勝ってきたわけですからね、はい、ね、そういう意味でね、ロッチの場合はそうパンチがあるとは思えないですからね、こういう時はまあ少し打たれてもね、一緒に相打ちに持っていくような動きがいいんじゃないでしょうかね。むしろ今のようにこう避けようとする動きが非常に見られます、はい、そういうところありますね。やはりこれだけ打たれるとそういう気持ちになるんですね。そういうことなんでしょうね。受け身になってしまうんですね。見てると簡単なんですけどね、はい、やってる本人はこれ大変なんですよ。そうですね、先手を取られて打たれてしまうから、はい、どうにもならんのですね。ちょっとね、精神面でね、やはりちょっとね、抑えられることがね、一番辛いんですね。自分が思うときにちょっとやられるとね、どうしても気遅れするような時ありますね。今のところ全く藤のいいとこありません。ベトナムだよ。このコーチが気を許すとはないですからね、はい、チャンピオン食べないぞ、チャンピオン。でも、藤井もね、こうやってじっとですね、我慢しながら待ってる、まあ、これよく分かりませんけどね、はい、しかしチャンスがあればね、必ず行くんじゃないかと思うんですけどね、ロープには出てないのも致命傷ですね、そうですね、藤井にとっては。右手を出しましたが、ロープを叩いてしまいました、藤井武史。ちっとも進歩してないじゃないか。ロッチは当たらないですね。ちょっとローチのパンチは当たりません。当たってませんね、はい、一発目が軽く浅く当たりましたが、二発三発は当たらない。むしろ藤の場合は一発目よりは二発目三発目の方がいわゆるデンプシーロールという打ち方が強くなるわけですが、もっと数打ちたいですね、藤はね、はい、やっぱりそれにしてもね、ロッチはなかなか落ち着いてますね。精神面でもね、パンチも高いですしね、できたもしないですもんね、はい、
こういうところからどうして藤井が打たないかという不思議な感じもします。6ラウンド、また郡司さんの採点は5対4とローチェが取りました。6ラウンド終わりました。後半にこの調子でいくとも持ち込まれるかもしれません。7回に1回ダウン、ラックアウトして8回に2回しておりますからね、はい、また望みありますけど、そうですね、しかし今までの調子は悪かったですね、はい、まあ、確かに今までの先生から言うと5、6回のノックアウトというのはありません。手に出ります。全部じゃボケてんじゃねえか。世界選手権では15回は全然戦っておりません、この藤田氏。どうでしょう、当たりません、ね、今までちょっと当たりましたね、最初のパンチは当たりました、どうでしょう。富士の左は強いはずです。左でボディを狙えばもう少し面白くなるはずですが、疲れた、富士疲れた。ボディを打った、早くこの左のボディが出なければいけませんが、帰って藤がもう疲れている感じも見られます。ローチェは南米の選手権で15回の戦ったことがあります。12ラウンドはしょっちゅうやっております。藤に取りました。これほど長いラウンドというのはあまりないわけであります。特に世界選手権ドコボロを破った時は2ラウンド、カルトを破った4ラウンド、ローチャの左がどうしても邪魔です。白井さん、フリのこれから変えるべき攻め方ありましょうか。はい、ちょっとね、やはり力が打ちすぎますからね、はい、打ち方が単調なんですね。あ、なるほど。これもね、うまくまともにやってればいいんですけどね、ちょっと無理ですからね、やはり覚悟をしたいですね。一発で倒そうと逆に思ってはいけないわけですね、はい、焦りがあってですね、はい、そうなるんでしょうか。うまく当たればね、パンチがあるんですからね、いいと思うんですけど。ユイさん、少し今回はボディを打ってますね、左で。そうですね、当たってますけども、目がいいんですよね。勝手はだいぶ違いますね。ボッチェのね、落ち着き、どっちが世界チャンピオンだ、目のいいことですね。そうですね、本当に狙いすぎちゃったんじゃないですか。はい、もうバランスは崩しますしね、カウンター打たれてますね、時々。あの左がジャブにもなるし、アッパーにもなるし、カウンターのショートパンチにもなるし、怖いですよね。右がまたアッパー、小さく突き上げます、ボッチェ。ボッチェますね、富士にスピードがありません。ちょっと疲れましたかね。第7ラウンド、藤井さんの採点また5対4とローチェが取りました。7ラウンド終わりました。藤井武です。その遊びがちょっと目の中に入りました。目頭のところを打ってもらっておりました。ローチェの体で赤くなったところというのはあまりありませんが、右の目が変じゃないですか。はい、でも右の目がかなりおかしいですね。左寄ってるような感じ。はい、それでね、右の目の力がですね、なんかもう空回りしてるというような感じなんですね。グローブの先に結集されてないという感じですね。まあ、それだけロッチェが非常にうまいんですね、試合巧者ですね、この人は。試合数は106戦やりまして91勝ですが、ノックアウトが違うのが15という、パンチの力はそのことないでしょう。うまさを十分に秘めております。ここで富士に欲しいことはですね、やはりショートですね、ゴールしないでショートでね、ベストベストを見て面白いんですけどね。一応ローチャの左のボディーブローは右でカバーをしているようで、フリの右手の外側が真っ赤になっており、ボディはそれほど赤くなっていません。しかし顔は相当ひどく打たれています。ローチェ、ローチェ、ローチェ。ここでどうして左が出ないんでしょうか。白井さん、どうしてでしょうかね、あそこで左が。なんかちょっとやっぱり時間があるんですかね。まあ、気持ちの出ではあると思うんですけどね。ああ、なんか左の目の関係で受け入れなくなってるんじゃないんですか。ああ、そうでしょう。見えないんじゃないか、そのような人と思ってね。あれがいいですね。いいのクロス。あ、今の
発は良かったんですけど、これ後がダメですね。後がダメです。勝ち先3人で目を分かれてしまったね。肝心なのは今のワンパンチの後の返しの左です。これが当たらなくては藤の本領は発揮されません。あ、もう今ですね、藤の右の服を打ったんですけどね、はい、ロッチがうまいことはね、そのパンチを殺してますね。あ、少し首を右へ傾けて、はいはい、ペースですが、今なんとしても相打ちが欲しいですね。はい、ここでパンチを打たなければいけないです。ボディ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 、どこでもいいから一発当たれば倒せるパンチ力を持っているはずですが、スピードがなくなったですね。ちょっと流れてきましたね、パンチが。逆に打たれています。コーナーとロックはあのローチ非常にうまいんですね。はい、練習もそれを専門にやったんです。そうですね、この形ですから。日本へ来てスパーリングの半分はこのロープギアとの練習をやっておりました。ゴングです。グニさんの採点はまた8ラウンド5対4とローチェが取りました。8ラウンドを終了しました。白井さん、白井さんが世界タイトルを取られたあのパスカル・ペレス、はいはい、あの人もあまり知られないボクサーでした。顔つきをそのままね、顔つきも非常に似てます。体つきも似ております。似てますね。似てますね。試合のうまいことね。背が小さくて手が長くて、さあ打ち合いですが、打ち合いならば本来ならフィニーは負けないはずですが、どうでしょう。逃げられちゃうんですね。逃げられますね。今のようにこう体を右の方へスッとこう倒して藤の右のクロスを殺してしまう、この辺も非常にうまいローチャです。8回は、藤はこの回では倒していませんからね、はい、もし倒すとすれば新記録になるんですけど、ね、そうですね。ちょっと問題は感じますね。チャンピオンとは言わないぞ、行け。頭疲れてますからね。あー、ビーナンバーです。ローチェはじっくりフィーの出てくるのを見ながら打っています。いいですね、ローチェの。ちょっとフィー危ない。ローチェの左右のフック、頭言え、頭ヘッドブラシ。ローチェは右のアッパーを、フジは左のフックを。ホップ頭中色、ホップ疲れますね。ロッカーレフリー、はい、逆にフジはロープを背負いました。頭中色、頭ホップのアッパーです。ホップのアッパーは左に近くに来てますからね。はい、フジの頭は危ないですね。あれはレフリー超注意しないと、フジの頭は危ないですね。そうですね、少し低すぎます。ローチェは見ながらパンチを出します。藤は全く相手を見ないでパンチを出します。そういった差が出てきております。このラウンド打ち合いは今のところローチェが勝っています。打ち曲げてますね。打ち曲げてますね。ショートパンチでも頭いえ、レフリー、頭ホップ、ロープ、ロープ。もうなんか藤は気力だけで戦っているという感じですね。これが2回目の防衛戦ですが、苦労しています。苦しんでいます。右から左と打たれました。めくら落ちになってますね。あ、また右アッパー、右アッパー。ロング、藤は少しよろめいています。第9ラウンド、グニさんの採点5対4とローチェが取りました。9ラウンドを終了しました。
郡司さんどうですか、富士がちょっと弱気を出しているような感じが見られるんですが、いかがでしょうか。もうえらく苦しい表情で何か伝えているようですね。10回目ラウンド川村コーチ、やりたくない、やりたくないような感じでしょうか。そうですね、世界チャンピオンがこういうことはちょっと珍しいことですが、ダメです、出てきません、出てきません。